ソングバードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。こんにちは皆さん。こんにちは。先週が捨て猫シナモンのナレーションの星野ここみさんの、はい、あのお話をいただいたんですけど、今日はですね、捨て猫シナモンのシナモン君を飼っているレン君っていう男性の人がいるんですけど、そのレン君の声を担当していただいたフリーアナウンサーの吉澤美奈ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。捨て猫シナモンレン君役の吉澤美奈です。よろしくお願いします。お願いします。でもあの可愛らしいお顔で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの去年の7月から、まあ、あの先週もお話ししたんですけど、はい、去年の7月から捨て猫シナモン始まって、まあ、一番、まあ、ほぼ最初の時期からもずっとこの、ね、はい、役を通して、うん、吉田美奈ちゃんの方でお声を担当させていただきまして、はい、ですね、まあ、実はこのレン君っていうのは、まあ、シナモンの飼い主さんで、実は私でもあるんですけど。そうなんですよね。そうです。はい。あの吉田美奈ちゃんと私はもう結構前からでしたよね。はい、何年か。そうですね。丸2年経ちますかね。2年経ちましたっけ？あ、3年か。3年ぐらい。あのこうコロナ禍になる前から。前でしたよね。東京でね、よくその時はお会いしてたので、3年、ね、丸3年になるのかな。うん、はい。とってもあのレン君が、はい、レン君化してきておりまして、いや、まだあのエピソード1、はい、エピソード1はもう少しで終わるんですけど、ずっとある程度エピソード2も続いていくので、はい、本当に長いお世話になるんですけど、はい、じゃあちょっとあの吉田美奈ちゃんにまず自己 PR を少しお願いできますか。はい、ありがとうございます。はい、改めまして、捨て猫シナモンのレン君役を担当している吉澤美奈と申します。はい、フリーアナウンサーをしていまして、もともとは鳥取と静岡の放送局でアナウンサーをしていたんですけれども、これも5年前か、もう5年前に、フリーに転校して、で今は出身地の栃木県を拠点に、栃木県内の放送局のパーソナリティやリポーターや司会、それからこの数年はナレーターとか声優にも力を入れて活動しています。はい、あとはですね、あ、もう終わり。猫ちゃんのマークです。あとはこの放送内では大竹山さんって呼んでいいんですか？岩根、ですね、岩根ですね。はい、はい、あとは岩根さんと、あと根本真子さんとの出会いがきっかけで、はい、この数年であの絵本も出版させていただいたりとか、はい、はい、フリーになってから本当にいろんなこと、好きなことに挑戦させてもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、栃木ですとあれですよね、はい、餃子で有名なところありましたね。あ、宇都宮ですね。宇都宮ですね。はい。ただ宇都宮も3位になっちゃったんですよ、餃子消費量。え、今1位どこ？え、どうなんですか1位？今ね、あの1位がちょっと意外なところが来たのかな。あ、そうなんですね。はい。あ、宮城？宮崎？どっちだったかな。はい。で2位に浜松が行って、3位が宇都宮に。え、そうなんですね。そうなんです。近くのスーパーにこの前宇都宮のなんかあのなんだっけ、洋服着てるおじさんが、はい、あの食先で来て餃子真っ先に買いますけど、やっぱり美味しいですよね。いや、美味しいと思います。で本当にいろんな餃子があるので、あの、うん、もちもちだったりとか、あ、あります、あります、はい、あと具材がちょっと変わってたりとか、うん、だから本当にいろんなお店でそれぞれ楽しめると思います。はい、いいですね。あのまま餃子の話したいんですけど、ちょっとステップシャーの話もありますね。本当だ、全然違う話になっちゃって。
あの、みなちゃんは、はい、もう捨て猫シナモンって、まあ、昨日も、先週もそうだったんですけど、はい、あれですもんね、台本っていうのがその時に渡されて、はい、もう先のストーリーがまだどうなっていくかっていうのが分からない状態で、ここまで来たと思うんですけど、はい、実際、あの、1話1話、毎週毎週収録していただいて、はい、その話の展開だとか、捨て猫シナモンどうなっていくんだろうとか、なんかその辺をお話いただきます。どうなっていくんですか？本当にこれまでのエピソードみたいな。はい、ああ、はい、そうですね。あの、私自身がずっと犬を飼ってるんですよね。はい、猫じゃなくて、うん。で、今もミニチュアダックスフンドの武蔵くんっていう15歳の老犬を飼ってまして、うん、はい、だからなんかこう、まあ、もちろん動物も大好きなんですけど、だから猫も大好きなんですけど、うん、飼ったことがあるのが犬だけだったので、うん、なんか今回この捨て猫シナモン担当させていただいて、あ、猫ちゃんってこういう状況にあるんだとか、猫ってこういう風に飼うんだとか遊ぶんだとか、うん、そういうのがいろいろなんか毎回面白くてそうなんです。すごくそれが新しい発見っていうか勉強になっていて。そうなんですよ。で、うん、結構あの捨て猫シナモンってあったかいお話なんですけど、うん、悲しいシーンも多いんですよね、うん、でそうなってくると結構レン君は、うん、泣くシーンとか、うん、はい、結構レン君も悲しむシーンが多いので、うん、そういう時にあ、どういう風にやろうかなとか思うんですけど、うんうん、まあ、その時ちょっと武蔵くんの力を借りて頭の中で、あ、武蔵くんとお別れになっちゃったらどうなっちゃうんだろうっていうのを想像しながらやらせてもらってます。なるほどですね、はい、あの、ちなみにシナモンくんは非常に変わった猫なんですけど、はい、猫っぽい猫じゃなくて、どちらかというと本当、はい、犬なんじゃないかなと思うくらいの猫ちゃんなんですね。そうなんですね、です、猫の中でも。そうなんです、はい、おいでって言ったら来るし、うんうん、あの、なんか話すとニャンって答えるというところは、猫ではあんまりいないんです、じゃあどちらかというとシナモン出てくる猫ちゃんたちの中でシナモン以外の猫ちゃんたちの方が猫ちゃんらしいっていうことです。そうですね、気ままに、まあ、外行っちゃったりとか。そうです、ね、はい、まだあの捨て猫シナモンご覧になってない方もいらっしゃるという前提でお話ししますけど、あの、はい、まあ、シナモンの真相っていうのが、うん、あの第30何話かであるんですけど、まあ、その時に真相が分かるんですけど、はい、もうちょっとあの変わった猫ちゃんであるということが判明するんですね。楽しみ。あの、どうですか、その、はい、シナモン役の声をやってみて、はい、なんか演技の世界っていうのは今までやったことあるんですか？はい、いや、演技は、あ、ラジオドラマとか、うん、あとはリポートしてる中で、まあ、もう一回、うん、と体験してるんだけど、もう一回撮りたいから初めてみたいな感じでやってとか、あ、という程度のことはあったと思うんですけど、本当になんかこう演技とか声優としては初めてで、はい、なので、でずっとやってみたかったことだったんですね、はい、声優とか。なるほど、はい、なのですごく楽しくやらせてもらってます。あ、よかったですよ、はい、ありがとうございます、はい、本当に、うん、ただだからすごい難しさを感じたのが、岩根さんよく分かってらっしゃると思うんですけど、はい、あと皆さんもご覧いただいたら分かると思うんですけど、うん、当初の1話から初めの頃、うん、3話、まあ、5話くらいまでのレン君と今のレン君って多分ちょっと違うんですよ。あ、そうですね。そうだんだんこう、なんだろう、こう最初やっぱりレン君ってどれくらいの年齢層なんだろうとか、喋り方とかどうなんだろうとか、うんうん、あと女性だけど男性なの役なので、どういう声の出し方しようかなっていう、やっぱ最初はちょっとなんか不安定なところがあってでもそれが最近こう
だんだん同じっていうか馴染んできたっていうか、やっとなんかいいところを見つけたなっていうところです、ね、見つけましたね。本当に連絡しましたねそうですね、最近はもう本当にすぐにスムーズにその声になれるんですけど、はい、最初は本当に難しかったです、その維持。そうだったんですね、はい、いや本当にありがとうございましたまだまだ続いていくんですけど、はい、もうだいたい蓮くんがどういう 人物だとか、まあ、性格を見えてきたと思うんですけど、はい、まだ捨て猫シナモンご存じない方とか、はい、なんかこういうところが見どころですよとか、まあはい、あまりネタバレしていただくのもちょっと困るんですけど、はい、もう少しそのあたりをお話していただけますか、はい、ラジオを聞いている方々に、はい、見どころはもう岩根さんが一番わかると思うんですけど、はい、私の娘がシナモン見たいって、今4歳の娘がいるんですけど、うん、シナモン見たいって言うんですね、うん、でっていうのもやっぱり絵ももちろん可愛いし、あとシナモンちゃん本人たちも写真とか動画で出てくるので、うん、それも見てて可愛いし、うん、あとプラスピアノがすごくなんかこう一回聴いちゃうと頭に残っちゃうメロディーっていうか、うん、なんか癒されるし、もう一回聴きたくなっちゃうっていう、いや嬉しいですねはい、音楽になってるので、うん、なんかなんだろう、見られちゃうっていうか、また見たくなっちゃうっていうか、なるほど、はい、音楽があってイラストがあって、うん、癒されて、はい、実物のシナモンの猫が出るという、はい、そのまあ、そうなんですよね、全部ですよね、はい、なのでそのストーリー面で言ったらもう岩根さんが十分見どころ分かってると思うんですけどそれ以外にも見たくなっちゃうっていう要素がたくさんあって、でしかもそういう小さいお子さんも見たいっていうか、多分気に入ってくれると思うので、ぜひ親子で見ていただきたいなって思います。なるほどですね、はい、子供さんと一緒に見るのはいいでしょうね、はい、うん、今子供さんもね、シナモンも毎週のように見たい見たいとおっしゃってましたけど、はい、猫ちゃん飼いたいとは言われないですか？あー、うち多分ムサシ飼ってるからあの本当にだから子供ともねムサシ仲良くしてるんで、うん、ただその猫ちゃんってやっぱり私が思ったのと一緒で、うん、どういう風に猫ちゃんって暮らしてるんだろうとか、うん、あと捨て猫シナモンってその捨て猫ちゃんたちの実態みたいなものも教えてくれるじゃないです か、うん、かそういう意味でも子供に見せたい内容だなって思います。そう、本当ありがたいですね。今からどんどんいろんな方に見ていただきたいですね、うん、はいはい、実はですね、ラジオを聞いていらっしゃる方々にあれなんですけど、音楽は、まあ、うん、作曲は先週もお話ししたんですけど、私が作曲してるんですけど、うん、はい、もう私はもう手が動かなくなってきているので、はい、ピアニストに頼んでるんですけど、はい、実はですね、このピアニストの大野光平さんは、はい、確か吉澤美奈さんからのご紹介だったんです、はい、そうですはい、ピアニストの大野光平さんは栃木県出身なんですね、私と同じ、はい、で栃木に戻ってきた時に、なんだろう、こういろんな出会いがある中で、うん、結構初めの頃に出会ったのが大野光平くんだったんですよ、うん、でその時に岩根さんとも出会ったから、うん、なんかこんな素敵な男の子に出会ったんですけどって話をしたら、うん、もうなんかこう2人お互いにあれですかね、引き寄せ合うじゃないですけどなんかそこからトントン拍子でしたよね。そうですね、はい、すごくエネルギッシュで、はい、ダンディーな光平くんと、はい、まあ、おっさんの私とですけどね今捨て猫シナモンの中でも何曲かピアノの音楽というか、はい、光平くんに弾いてるやつと、うん、まあ一応今後の予定というか、まあ、はい、希望なんですけど、捨て猫シナモンのなんかアルバム作りたいなとか考えてます。ああ、すごい。配信されたい、うん、はい。
いいと思います。あとはもう本当にたくさんの方々に見ていただきたいので、うんうん、まあ、どうやってこの YouTube、まあ、一度ちょっと Yahoo ニュースにも出ているので、うん、一気にボンと視聴率が上がったんですけど、まあ、まだまだいろんな方々に見ていただきたいんですよね、うんうん、はい、どういうふうにこれから展開していけば、ね、あのたくさんの方から見ていただくか、まあ、いろいろそういうことも考えて、うん、そうですね、あの子供たちで、これあれなのかな、ラジオに載せない方がいい話かもしれない。そうですね。はい、ちょっと後で今思いついたので後で、ね、はい。まあね、あと、はい、須田美奈さんは、はい、まあ出会って今3年4年ぐらいなんですけど、はい、まあ、別のコーナーでまたねちょっとあのお話ししていただくことになるんですけど、はい、絵本もねちょっとあの一冊今そこにちょこっと、あ、そうですね、こっちこれですね、こちらですね、今日は誰の、はい、はい、ね、こういうのも一応出しておりまして、またこれは 別、はい、別枠であのご紹介したいと思いますので、はい、ですね、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ぜひ見てみてください。はい、はい、まだまだちょっと時間あります。あ、本当ですか。まだまだ時間あります。これって編集とかするんですか、そのさっきのところとか。編集は一応するんですけど、はい、まだね、まだ6分、はい、6分40秒もあります。あ、そうなんですか。、はい、わーすごい時間ある。はい、根本真子のイラストの中で、はい、今ここにある、あ、こっちか、ここ、はい、こっちですね、あのシナモンくんが根本真子が描いてるんですね。はい、で他 の、 あの絵は全部根本真子ともう一人愛香さんっていう女性の、はい、で、はい、まあ、その愛香さんが描いてるんですけど、はい、なんかこういうイラストとかは、うん、吉田美奈さんはどう、好きですか。はい、あ、好きです。はい、はい、で根本真子さんとも、まあ、岩根さんと同じ日ですよね。同じ日に初めて、ね、はい、同じ日に初めて会って、でなんかこういろいろなんか雰囲気かな、まず雰囲気が好きだし、うん、なんかこう合うなって感じが最初からあって、なるほど、はい、ありがたいです。はい、でなんかその後その絵本のお話とかで、で結局この本の中のイラストも全部真子さんに担当していただいて、うん、この表紙もですね、そうですね、はい、担当していただいてるので、うん、本当に私が描いたのじゃないので本当に可愛くて素敵な内容になってますので、お誕生日に行ってくれますね。はい、後から PR していただきたいと思います。はい、うん、あ、そうですね、あ、この PR は後からです。そうですね。やまっちゃいました。あのいろんな声優さんが集まって、はい、このコンテンツできて、はい、今もう8ヶ月になるんですけど、はい、まだずっと続きます。はい、楽しみです、これからどうなるのか。エピソード2、今エピソード1なんですけど、はい、エピソード1が多分もう少しで終わって、うん、まあ、エピソード2に行くんですね、うん、エピソード1で盛り上がったところがまあ2カ所ぐらいあったんですけど、はい、まあ、その時は結構凝ったあのエフェクト つけたりしてですね、うん、動画編集をやったんですけど、はい、その今収録、うん、吉田美奈ちゃんがその収録する上で、はい、何か結構大変だったこととか、はい、なんか今後新しく声優さんに入る方に何かアドバイスとか、はい、何かそういう話あります？収録のアドバイス。みなちゃんはどういう風な形で、はい、うん、魔法、パソコン、マイク、どんな感じで収録されたんですか？私は普段そのナレーションでも卓録っていうのをしてるので、うん、なるほど、はい、なんかこう防音できる環境があるんですよね、うん、なので、一応スマートフォンでシナモンは撮らせてもらってるんですけど、うん、録音アプリっていうのを撮ってて、はい、はい、ちょっと少しでもいい音にっていうのと、うんうん、あとはとにかくその防音があるかないかで
声が結構響いて取れちゃうかどうかっていうのもそうだし、はい、騒音とかも全然違うので、何かこう、なんだろう。何かボックスの中でやってらっしゃるんですか？はい、そうです、そうです。箱みたいなところで。それはちょっと今日はお見せできない。いや、大丈夫ですよ。はい、箱の中になんか首をこう入れてやってるみたいな感じなんですか？そうです、そういう形でやってるんです。はい。あの実際そういうやってるところをご家族の方とか、はい、子供さんとか見たりします、はい、あ、やってるところは見られたことないですけどす、部屋にあるなっていうのは見てるし、まあ大事なものだって分かってるんで触ろうとかはしないですけど、うん、だからやっぱりその普通の部屋で撮るんじゃなくて、なんかクローゼットとか押し入れとかがあるならそういう中で撮ってみるとか、うんうん、できるだけ響かない環境の中で、うん、外の音も入らない環境の中で撮るっていうのがいいんじゃないのかなって思います。意外とやっぱり、はい、星野さんも言ってましたけど、うん、星野さん一番最初布団の中で撮ってみたいなんですよね、夏の暑い時。あ、なんか、なんか汗かいたって言ってましたよね。言ってましたね。はい、結構撮って入るんですね。うん、そうですね、はい、入りますね。だから、あ、私がだから一番実は大変なことって、うん、あの武蔵くんが旅しがり屋なんで、私が別の部屋に来ちゃうと吠えるんですよ、家にいる。吠える。そうなんですよ。だからいざその音を取ろうって思っても武蔵くんの声が入っちゃうんですね。今も今なんかちょうど静かにしてくれてて大丈夫なんですけど、はい、だから武蔵が寝たのを見計らって大体撮るので、そう、タイミングが難しいっていう。武蔵くんを待機して、はい、寝るのを待機してから仕事に入るって感じですね。そう、そうなんですよ。なるほど。はい、これはあの大変でしたね。すいません、ありがとうございます。あ、いえいえいえ。そうですね、だから結構隣に、うん、例えばこうスーパーがあるとか、うん、そういうちょっとしたことでも結構騒音ってあると思うので、あ、うん、なるほど、そういうのを気をつけて見ていただいたらいいんじゃないのかな。うん、なるほど、なるほど。はいはい、あの今後もうあと時間がもうちょいになってきたんですけど、はい、今後あの今回のシナモンのまあ、声優のお仕事をきっかけに、なんかこういうこともやっていきたいなっていうのが何かありますか？少しあれば新しいことにチャレンジしていきたいとか、はい、役者をやりたいとか、そういうのなんかないですか？役者そうですね、でも本当にこれ今回すごくいいチャレンジをさせてもらったので、はい、もっともっとその声優としてのお仕事とかも挑戦してみたいなって思ってます。はい、あ、なるほど。はい、ね、はい、いろいろあの、ね、またできるかもしれないので、はい、その時はまたお声かけしますよ。あ、ぜひぜひ、はい、あ、役者の方もぜひ。はい、ね、はい、じゃあ一応あのそういうことで、はい、もう時間も少なくなってきたので、はい、まあ、今日はありがとうございました、はい、いえ、こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。はい、この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばに。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね、
空にたくさん悲しい時涙の数を分け合ったね希望に変えて二人で聞く雨音しずく一つ歩いて行こうよ手をつなぎ虹の空に誓うよ夢を抱きどんな時も信じてる闇が